すいません、ちょっとお腹が空いて、ちょっと面白い感謝していただきます。今日はちょっと今まで俺の人生の中でなかなか聞き慣れない言葉が入ってきましたね。こう興味を持つとね、すごい調べる癖があって、これはちなみに野菜カレー、その聞き慣れない言葉、調べたものはオゾン。なんかオゾンってさ、よく聞くじゃん。でもなかなかオゾンって何って感じじゃん。だからそうだったんです、これは。オゾンに行き着いた経路ですね。オゾンといえばなんかオゾン層的な感じで、まあ前は思ってたけど、違うオゾンなんです。まあ違うオゾンなのか同じオゾンなのかちょっと分かんないけど、オゾンを使ってなんかこうウイルスを減少させるっていうことをなんか知って、それでなんでオゾンがウイルスにこう対抗できるのかなと思って、それで調べたんですよ。だからオゾン層とそのオゾンを発生させるものはなんかどう違うのかっていうところはまだ調べてない。うん。この黒いものは。知らない方がいいこともある。まあいいや。一度意識しちゃうとやばいな。まさか椎茸じゃないな。
これだけ椎茸が入ってるとか、まあカレーだからね、味はちょっと、最初ね、椎茸じゃなくてナスだと思ってたんです。これ椎茸ですね、 100%椎茸がね、ナメクジに見えてくるんですよね、実は。これだけ大量の椎茸を目にすると、もう口の中に入ってきた瞬間に意識がし、え、このでかいの何これ、これ椎茸、ちょっと待って、何これ、あ、ナス、ビビった、ってことは俺結構最初の方に椎茸食ってんな。最初ね、最初一瞬パッと黒いのが見えてたから、まさか椎茸じゃないよなって、なんかどっかで頭の中でそう思ってたんですよ。で、なんかほのかに椎茸っぽい味するなっても思ってたの。でも違うだろうと自分で思い込んで食ってた。なんでベジタブルカレーに椎茸が入ってるなんてちょっと思わないでしょ。椎茸は野菜か。椎茸は野菜。おっと、でかい椎茸。結構入ってんな。もう椎茸の味しかしない。ちょっと気持ち悪くなってきた。なんか匂いもちょっと吐き気がちょっとするぐらい。何が
何がウイルスに強いのかなとか思って、最近ほらコロナなんちゃらでニュースそれ結構やってるんじゃないですか。ウイルスって何弱いのかなとか、そこから調べ出したんですね。でもちろん外に行ってマスクあるかなとかよく見るんですけど、やっぱないなと思って、別にマスクつけてるわけじゃないんですけど、まあここにもマスクはある、あるけども、まあ使ってないね。まあ人混みに行くときはつけようと思う。誰かと喋るとか、そういうときは、こうつけた方がいいのかなってはまあ思ってるんですけど、まあ人と喋るっていうことが基本ないからね。マスク感染は侵入を完全に防ぐものではありません。だからウイルスが何にこう興味があるんだろうと思って、なんかウイルスの映画とかもなんか見ちゃったりとかして、なんか、なんか口の中がなんかもう椎茸の香りが、鼻を抜ける椎茸の香りがたまんなく臭い。飲み物みたいけど、まあ、ちょっとね、オゾンにたどり着いたのはなんかいろいろ調べて、まあ別にただ調べるっていうことにただ集中しちゃって、そしたらオゾンっていうのが出てきて、なんかオゾンっていうのをなんか発生させる機械みたいのがあって、今度それを今度ずっと見てて、で他の機械もずっといろいろ見てたんですよ。でまあ俺は必要ないんですけど、まあまあ日本にいる人はよく知ってんのかどうかわかんないけど、そういうオゾンを発生させると、そのオゾン臭っていうのが匂うらしいんですよね。ただそのオゾン臭っていうのが臭いっていう人もいれば、まあ別にっていう人もいるらしい。なんか化学的な匂いっていう人もいるらしいけど、まあそれはまあ個人差でしょうね。どういうふうに。ただ、いい匂いではないっていうのを、こういろんな情報を聞いてると出てきたんですね。オゾン臭ってどんなんだろうと思って。で、ちなみにオゾン臭っていうのは、なんか、原料を必要とせずに、なんかこう空気中に漂ってるこの空気ですよね。これを原料として使ってオゾンに変えていくみたいな。本当かどうか知んない。俺が調べた内容ですからね。で、まあいろいろ調べるとそう出てきて、じゃあそのまま時間とともに空気中に戻るみたいな。で、あまり濃度が高いと、もちろんなんか良くないっぽい感じでも書いてましたね。濃度が高すぎると。でも、まあ一般的にそんな強い濃度では使用しないみたいなのをこう書いて、まあどこまでが本当か知んないけども。で、その、オゾン臭を出すと、その、臭い匂いとか、空中に漂ってる菌ですよね、ウイルスとかそういうのなんか99%ぐらいを死滅させる効果があるとか書いてるんですよね。へえって思って、ほら今まではなんかそういうウイルスを退治するっていうか、そういうのってなんかアルコール除菌的なものなのか、なんか塩素的ななんかスプレーとか、なんかそういうものなのかなと思ったけど、そこでオゾンが出てきて、でオゾンを調べてると、口の中で広がってる。そうか、原材料を見ればよかったんだ。で、それで
まあ面白いなと思って見て、で結局そのオゾン臭っていうのは、まあ、オゾン臭とオゾンを発生させると、こういう、なんていうの、新築の、まあ、新築でもないけど、まあ、新築の新しい家だと、まあその家の中でこう人間に害になるような、化学物質っていうのが飛んでるらしいんですよ。で、それを人間が吸い込むと、こうあまり良くないらしいんですよね。なんか目がしょむしょむしたり、こう、まあ、アレルギーを持ってる人だとこう咳き込んだりとかするとか、なんかそういうことが、だから要はこういう壁に練り込んである、こう化学物質がこう部屋の中を漂ってるわけですよね、おそらく。いろいろ使われるんじゃない、化学物質が。だからそういうのにもすごく、それを言うのも分解するみたいな、なんかね、まあいろいろ調べてると、オゾンを使うと、なんかすごくそのウイルスをこう死滅させたり、そういう新しい家の、なんかこう体に良くないものも、きれいにしてくれたりっていう効果があるとか、そういうのをずっと見てて、まあ、本当かどうか知んないよ。でもへえと思って、でもね、結構いろいろ調べていって、なんか化学工場的なとこのサイトが出してるとこにたどり着いて、そこがオゾンのことで詳しく書いてたんですね。まあそのオゾンを発生させる装置みたいな、そういうのを読んでると、まあなんかまあ信憑性はあるというかね、なんかまあ信じていいのかなって思うぐらい、なんかオゾンっていうのはなんかウイルスとかそういうのにはいいのかなってそう思いましたね。で、アマゾンとかで結構見てると、なんかオゾン、なんだっけ、オゾン、なん、オゾンを作る機械みたいなのが、こうちっちゃいのでも売ってるんです。ちっちゃいのか大きいのとかいろいろ売ってて、別に買うつもりはなくて、その人たちって何つってんのかって評価をずっと読んでったら、なんかやっぱりオゾン臭っていうのがあって、あ、こんな匂いなんだとか書いてる人もいたり、でもいい匂いではないとか、でも実際何なんだろうと思って、そのオゾン臭っていうのが、そっから入って、でなんかやたら評価がいい、そのオゾン臭を、オゾンを作る機械があって、それがすごいいっぱい書いてたんで、なんか興味あっていろいろ読んでたら、まあほとんどの人たちが、まあ桜じゃなければほとんどの人たちが、部屋のその嫌な匂いっていうのがすぐなくなりましたって言ってるんですね。部屋の匂いがなくなったってことは、ほら菌ってウイルスってまあ目に見えないからどうしようもないけども、その部屋の中の匂いがなくなったっていう人もほとんどいっぱいいて、へえって思って、それだと部屋の匂いが、ね、変な匂いがなくなるってことは、その分ウイルスもなんかこう、まあ、部屋の中にね、ウイルス、まあ、いるんだろうけども、まあ、そういうのも対峙するのかなとかいろいろ思って、見てたね。その中でね、一人面白い人がいた。そのオゾンの匂いを分かりやすく説明すると、ね、その言ってた人が、なんつったんだっけ、冷蔵庫、いや違う、お店のトイレ、いや違うな、なんだったっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかでもね、すごく分かりやすく説明、あ、そういう匂いなんだってなんか思ったね。なんかほら、そのオゾン臭がすごい変な匂いだってみんなこう書いてるから、
そんなに、なんていうの、その嫌な匂いを部屋の中に出してまで部屋の匂いを取るってどういうことなんだろうってちょっと思ったんですよ。そのオゾン臭が部屋の中にいっぱいなるのか、そのオゾンでも嫌な匂いは取れるとか、ほら、なんかどういうことなの、まあ、目の前にないか分かんないけど、まあ、すごく興味があって、こういろいろ調べてたんですよね。っていう、なんかこうウイルスのことばっかり周りでやってるから、なんか俺もなんかウイルスのことをいろいろ調べてて、映画を見ちゃったって。映画はね、アイアムレジェンドっていう映画でしたね。すっごい良かったです。なかなか面白かった。さあ、今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。終わりは突然やってきます。なんかマスクってね、チャイナ製って良くないっていうのがニュースで言ってたよ。なんか中国が何十社、何十、40ぐらいだったっけ、70ぐらいだったっけ、そのマスクを作ってるとこ全部集めて調べたらしいんですよね。そしたらほとんどの2社以外の、あと残り全部が基準を全く満たしてなかったっていう。だからつけててもほとんど意味がないっていうマスクを販売してて、それは詐欺じゃないかっていう感じで、なんかそういうことをニュースで言ってて、で思ったんですけど、まあメイドインチャイナっつってもさ、これもさ、これもほら、メイドインチャイナなんですよ。メイドインチャイナですよ。なんかむしろメイドインジャパンのマスク探すのがなんか難しくないのかなっていう、なんか、てんてんてんだったんですけど、まあ確かにあのニュースで並べられてた、そう、たくさんのマスクがバーッと一瞬映ったんですね。それ全部やっぱりなんか日本にあるようななんかマスクとちょっとこういう感じとはまた違うなって思ってたから、まあわかんないね。これがだからチャイナ製だから、これが、どうなのかっていうのはちょっとわかんないね、実際のところで。まあつけることが、まあ人と会う時とか、人混みに行くこともそうないからね。まあ沖縄は今あれか、2件ぐらいだったっけ、出てるのね。